チャールズ・シーガーとして知られるチャールズ・ルイス・シーガー・ジュニアは、アメリカ合衆国の音楽学者、作曲家、教師である。1908年に、ハーバード大学を卒業し、ドイツのケルンに渡って、研究都市機に取り組んだ後、1912年から1916年まで、カリフォルニア大学バークレー校で音楽の教授を、務めたが、アメリカ合衆国の第一次世界大戦参戦を、 公然と批判したため大学から解雇された。シーガーの弟アラン・シーガーは、1916年7月4日に、フランス外人部隊の一員として戦闘中に、戦死している。ついで、1921年から1933年まで、ニューヨークの音楽芸術研究所で、また1931年から1935年まで、社会調査新学校でも、教弁を取った。 1936年にはワシントン DC で最低住局の特殊技能部門音楽分野の技術アドバイザーとして働くようになった。この頃まではアメリカ共産党の党員であったが1938年に離党したとされる。1935年から1953年まで連邦政府の最低住局、雇用促進局、反米連合などに 複数の肩書きを持ち、その一つとして、雇用促進局の連邦音楽プロジェクトの行政官も務めていたが、シーガーの妻、ルース・クロフォード・シーガーも1938年から1940年まで同じ部局で働いた。また、1949年から1950年まで、イェール大学の音楽学部で音楽理論の客員教授を務めた。 1957年から1961年までカリフォルニア大学ロサンゼルス校で教鞭を取り1961年から1971年まで同校の民族音楽学研究所で研究専任人の教授職を務めた。シーガーの最初の妻はバイオリニストのコンスタンス・エドソンだったが1927年に離婚した。息子たちの一人が フォーク歌手のピート・シーガーである。息子は、あと二人、天文学者だった、チャールズ三世と、教育者のジョンがいた。シーガーの二番目の妻は、作曲家で、音楽家のルース・クルフォード・シーガーで、彼女との間には、あとに、音楽で名声を得るペギーとマイクのほか、二人の娘、バーバラと、ペニーが生まれた。シーガーの、最も知られた業績は、不協和対法の定式化である。 民族音楽学者のブルーノネトルは、シーガーは音楽学を他の学問領域や文化領域に結びつける独自の中心的役割を果たした。この修正は、シーガーが真に音楽的に偉大な才能の主であったことを示しており、何よりも彼の多様な側面がよく表されている。と評価している。ありがとうございます。